富谷翔太さん、そして二階堂ふみさんです。どうぞお入りください。よろしくお願いいたします。初めて今回の受賞を聞いた時のお気持ちから伺いたいと思います。監督が受賞式が終わった直後にお電話くださって、その時僕もう知っていたんですけど、佐野さんはなんかびっくりさせようと思って普通な感じで電話してきたんですよ。お前今何やってんだよって言われて、で、いやで俺も思わずもうすぐありがとうございますってこうなんて俺を言ったらいいんだかってずっと言ってて、佐野さんはもうその3でなんか理解できてなくて、あんた知ってんのかって言われて、監督からは具体的にどのようなお言葉をいただきましたか？なんかまあ おめでとうってお互い照れ屋なので。二階堂さんは監督からご連絡はなかったですね今日なんか染谷くんと会った時に監督から電話来たってなんかすっごい嬉しそうな顔で言われてなかったですって言いました。最初のリハですごいもうなんか緊張だったり不安だったりいろんなものが入り混じってるなんか怖かったんですよね。その時に、まあ、一通り終わった後何言うのかなとすごい怖いっていうのを聞いてたので、なんかすごい考えた後に二階堂くんは2点、あれ4点だったすいません4点って言われて、すごいそれがやっぱちょっと悔しかったんですよね。染谷くんが45点とかで、あ、100点満点中だったんですね。そう、次のリハで結構こう笑顔でよかったよかったよって、まあ、もっともっとってこうでもね笑顔で言ってくれたんで、あ、じゃあ監督今日何点ですかって聞いたら12点だって言われたんですよ。で私60点目指してたんですよって言ったら、あー60点に限りなく近い12点だって言われて、すごい意味わかんなかったですけど、そう優しい監督だと思います。愛のある、まあ、この園さんの現場に入って女優としてもそうなんですけど人間性までも全てが本当変わったと思います。こう自分を、まあ、いい意味で捨てることができなくて、それにすごいこうモヤモヤしてたり不安でってことがあったんですけど、それも園さんの現場に入って園さんに全部それをもう剥ぎ取られた感じというか、でそうなるともう人間的にもすごいこう強くなっていけて、やっぱ現場が終わってから考えるとすごい自分は変わったなと思うし強くなったと思います。台本を読ませてもらった時に、まあ、ラストのシーンを見て本当に感動しましたね。でそれはなぜかというと園さんもすごいおっしゃってるんですけど、もう希望を持たざるを得なくなったとおっしゃってて、希望に負けたと、絶望に負けたんじゃなくて希望に負けて希望を持たざるを得なくなったとおっしゃってるんですよ。それはものすごい僕もそう思っていて、どんな絶望の中でも希望ってやっぱり人間でものすごいどこかで見つけるものだと思いますし、それがものすごい絶望の中だったら普段は希望じゃないものまでがその人にとってはものすごい希望になる可能性もありますし、やっぱり人間って希望にどうしてもすがるというか、だから本当に希望を持たざる得なくなった状況のラストシーンでした。それがものすごい感動しましたね。はい、ありがとうございました。では以上をもちまして記者会見を終了とさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。